ニコ7チャンネルをご視聴中の皆様、こんにちは、こんばんは、小春です。この番組もっと萌え戦は、私が投資した枚数分プラスにすることができれば私と視聴者さんにプレゼントということで、今日選んだ商品ですね、まだまだ暑い日が続きますので、ちょっと気になってたあの溶けない氷の容器溶けない氷の容器、あのこちらをねプレゼントに設定して実践していきたいと思います。ということで今日お邪魔している店舗さんがエスパス上の本館さんですね。あの前回かな、前々回かな、ジャグラーでちょっといい思いしたので、今日ちょっと狙い台取れなかったっていうのもあって、ちょっとジャグラーから実践していきたいと思いますので、ぜひ高評価とニコ7チャンネルのチャンネル登録をしてご視聴いただければと思います。ということで今日もよろしくお願いします。髪切りました今日はマイジャグラー5から実践していきたいと思います。よろしくお願いします。本日年に一度の8月7日なんですけど抽選番号があまり良くなくて、ずっと私花々が打ちたい打ちたいって言ってて、打つなら絶対今日って思ってたんですけど、ちょっと花々取れずで、第2希望がミスタージャグラーだったんですけど、ミスタージャグラーも取れずで、たどり着いたのがここのマイジャグ5。ただこの上野本館さんでマイジャグでね、すごい美味しい思いをした思い出がまだ残ってるんで、でこの壁際なんですよ、個人的激アツな、まだいいんじゃないかなっていう。おーっとっと、49ゲームチェリー重複初ペカ、これはねビッグがいいんです。よしよし、投資が2本、チェリー重複からビッグ、あとはこのメダルでやりくりするだけ。結構ね、あの列とか並びとかね入れてくれてることが多いから、ちょっと周りの状況もちょっと注意して確認しつつ打っていきたいなと。どっかしらにね、列とはいかないけど並びとかはあると思うんで。はい、なんかあったかな、私そう収録久々なんですよね。トピックスなんかあったかな、ちょっと待ってください、なんもないことないと思うんだよな、なんかあったかな、私福島がね疲れたねあのニコ7さんの案件だから言うけど疲れた、本当にくったくただった。あのアテンドさんっていうなんかその1日マネージャーみたいなのが結構来店の時ってついてくれるんですけど、その1日マネージャーさんが3日間156ゲーム単独です。レグでもいい、単独レグ。その1日マネージャーさんが3日間なしで自力で移動しないといけなくて、でその福島って広いんですよね私が思っている2倍ぐらい広くて移動が大変だった。最初ね、バンゲ店っていうところに行って、会津若松からバスで3、40分かな行ったところにあって、その次の日が白川っていう、こっち行ってでこっち戻ってみたいな、で最後は矢吹店っていうところに行ったんですけど、大変だったね。離れてるから
ホテルも全部違うところで取らないといけなくて、ホテルも自分で手配して、でもあのホテル自分で手配しただけあって全部大きいお風呂が入れるところで泊まれたっていう。3日目に泊まったホテルが一番良かったね。アイスも食べ放題だった。6個食べた。あ、130ゲーム単独変わらず悪くないんだよな。はい、ビッグ。悪くない悪くない悪くない、しのいでます。福島の最終日に私朝一モンキーを打ってダメで、でもうやけになって北斗無双を打って、まあ、当たり前にダメで、あ118ゲーム変わらず、いや悪くない本当に。はい、ビッグビッグさんでレギュラーが1回。やっぱね A タイプが好きだね私は。別になんかスマスロが嫌いってわけじゃないんだけど、今の時代はやっぱ荒ければ荒いほどいいみたいな、心のさメンタルがさ持たないよ。楽しい瞬間にたどり着くまでがさやっぱ遠すぎる。ジャグラーとかさ A タイプそうだけど小刻みに来るじゃん嬉しい瞬間が。やっぱね私はそういうのを大事にしたい。多分寝起き悪いだけだと思うんだよね。まだ起きるよ。これで起きたと思う。同期頑張ってるよ、負けないでよ。周りが本当にめちゃくちゃいいから焦る。この子だけ仲間外れにしてるんじゃないかって。私がさせてる多分。そうなってくると多分。153ゲームありがとうございました。単独はい、ビッグビッグしか引かない。多分持ちコインは今400万円ぐらいあるのかな。58ゲーム、うへい、嬉しい。はいはいはい、ビッグしか引かない。ビッグをレギュラー1回。やばい、レギュラー確率が666分の1。悪魔の数字だ。今ビッグ5回引いてるんだけど、ビッグ確率が136分の1。はなはなだね。さすが8月7日、ジャグラーもはなはな仕様になっちゃってるわこれ。間に合った、99ゲームいいな本当に。ギリ3連チャン、いやビッグ。あ、そっか99か。ビッグ6回、レギュラーが1回。ただブドウ150回なんで数えよ。ただいまブドウ確率 5.6 分の1です。優秀。あっ、ノーマルランプくんが勢いよく先ペカできてくれました。単独ですね。
はい、明日のお昼ご飯代毎度。はい、単独レギュラー、やっと2回目のレギュラー。やっぱサキペカは本当にね、レギュラーがね多いんですよ。体感これはもうね、しっかり一回ね統計取ってもいいと思う。サキペカの割合、100人にアンケートして多分ね100人中70人はレギュラーが多いと思うって同意してくれると思う。このレギュラーをきっかけに変わってくれるといいな。でも現状維持でいいな。こんだけ当たってくれてるし、ビッグもちゃんと引けて、今持ち込み500枚ぐらいあるんで、もうなんか10ゲームとか20ゲームとかそんなわがまま言わないから、100ゲーム前後でずっと当たってくれればそれでいい。あ、ごめんなさい、7止めちゃった。176ゲーム。はい、15ゲーム、レギュラー3回目これで。おっとっと、耐えました。185ゲーム、レギュラー5ゲームなった。単独レギュラー、いいジャグラーになってきました。あっ、17ゲーム、はい、レギュラー、レギュラーが一気に211分の1になった。これで足りました。108ゲーム、はい、うわー、これで並びましたね面白くなってきました。6ですねこれね6。そう、ガールズ打ってた時も座ってすぐボン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 って出て、今日はさすがに勝ったってなってからあの目にあったからね、ちょっと今ねトラウマが蘇ってきてる。ちょっとここいらで一発やっとくか。指まで押せるっていうことにね最近気づいた。指もこれで200は超えないはず。今154ゲーム、これで200超えたら完全に小春のせい。200ゲーム、やばいよ、マッサージのせいだよこれ多分。今までにないことしたから、今までにない200ハマりが来てしまった。これで300回転、合成98分の1だったけど120分の1か今。全然いいですけどね、どこまで行っちゃうんだ本当に戻ってきて、帰ってきてよ。綺麗だなガールズ、自分で見てる。あっ、やっと当たった。355ゲーム、お久しぶりです。もうさ15回目なんだけど、もう何回見てもこの別に何もないこの光がいい、飽きない何回見ても。久しぶりのビッグでした。最近あれだわ、思い出した、私あの麻雀を始めたってほどでもないんだけど、興味があってちょこちょこやってる麻雀を。でも全然役とかが覚えられないから、霜降りチューブ、あの粗品さんの麻雀初心者講座みたいな、あれを見てジャン玉ちょっとやってる。でもやっぱね難しいね、友達が麻雀できるから指導してもらいながらジャン玉やったんだけど、全然なんでこれ捨てるのか、なんでこれ捨てちゃダメなのか全然わかんない難しすぎる。あ、早い、53ゲーム、ゴミ
本当に変わらない、もう変わらなすぎて愛おしい。ナイスビッグです。はいはいはい、最近全然ジャンマリないね。なんか一時すごい調子よくジャンバリしてたけど、ここ最近ない。6ゲーム完全に跳ね返りきてる。はい、うわー跳ね返りすぎ。ちょっと計数機にコインを映させていただきます。今多分1000枚ぐらいプラスかな。もう2000回転か、今1800回転なんで、あと100ちょいで3000。結構もう私は間違いなくこの台はいい台だと思ってるんだけど、あとは私がどこまでそのポテンシャルを発揮できるかどうか。100超えちゃいませんでした。97ゲーム。はい、レギュラー単独耐えました、なんとか。多分次の流れが変わる瞬間は多分プレミアが出た時だと思う。何かが変わる。あー今ため息ついちゃった。158ゲーム。変わらないんだよね本当に。はい、ビッグです。お尻が凝ってきた。さっきからね多分わかんないもぞもぞしてるんだけど、すごいお尻が凝ってて、お尻に力を入れてる。なんかさ、ホールの椅子ってなんか良くならないのかね。みんな気になってない？多分女の人だからかな、私が気になるの。多分男の人はそんな気にならないのかな。椅子がいいとこだと結構テンション上がるけどな、ほかほかのとこだと。まあでもそんな悪くはない。ちょっと願掛けでメダルをちょっと強気に入れてみるか。必勝祈願。多分今ちょうど1000枚ぐらいかな。このままビッグが先行したまま当たり続けてくれるのが一番いいんですけど、また来るよやつが。当たりました。216ゲーム、チェリー重複。はい、レギュラー。わー、113ゲーム、チェリー重複です。あ、早い。49ゲーム。はい、レギュラー、単独レギュラー。綺麗な43ゲーム。はい、久々です。これで当たっちゃうんだもんな。24ゲーム始まったかもしれない、レギュラー。早い、9ゲームです。始まってますこれ。はい、ビッグ。
間違いなく上なんですよね。今まで打ってたジャグラーの中で一番いいんじゃない、状況的にも。もうちょっとでプラス2000枚ぐらいかな。一気に伸びたね、500枚ぐらい。やっぱね、よく当たるジャグラーが一番面白い、スロットの中で、全機種の中でよく当たるジャグラー一番だね。あー、さっきペカ2回目かもしれない、珍しい、単独です。はい、ビッグ耐えたね、200こいつに。ビッグが14回でレギュラーが12回、合成103ですね。でもさ、本当にプレミアが来ないね。ビッグ今もう14回引いてるんだけど、14の0だからね、もう洗練されてる、本当に余計なものは出さない、素材の味で勝負してるこのジャグラーは。本当にこの100ゲーム超えそうなとこであえてメダルを入れちゃう。多分今1500枚ぐらいかな。今日のマックスハマリが355なんだけど、超えるかな。今300超えたところね。多分ここでハマってぐだってやめて出されて終わりパターンですね、これ多分。私のいつものそのジャグラー実践の鉄板パターンなんですけど、心をやられて次の人にしっかり回収されるっていう。356ゲーム本日の最新部、もう詐欺じゃん、詐欺にやってる今、振り込め詐欺だわこんなん。あんなポコポコ当たってさ、合成も良くてさ、急に600、詐欺。ブドウは本当にめちゃくちゃいい。今600回で見たら 5.5 です。本当にとてもいい台であることは確か。長かったよ。納豆です、710ゲーム。レギュラーです、抽選してたわ。いやもうこれで終わりだね。最後はチェリーがやってくれました。もうちょい見てダメそうだったら、ご縁がなかったということで。やれなかったんだろうな私が。別に全然プラスですけど、レギュラーがのコインがなくなるまで打ってやめよう。しょうがない、もうね引きが悪い。当たりました、136。やったよ、悪くない、引きは悪くないよ、まだ参るよ、頑張れる。多分半分ぐらい失ったと思うんだよね。本当に
気づいてきた、私が気づいてきたメダルを。いや完全に引きが枯れたっていう感じ時間が経つにつき、これはね設定じゃないと思う。私の引きが枯れた感がある。すごい、やめるよ。でももう楽しかったよ、楽しかったしプラスだからもう いいよ。今日はこの後どうなろうが。あっ141ゲームはい、いやちょっと帰ってきてほしい。500枚帰ってほしい。次で記念すべき30ペカ目なんですけど、ちょっと拝めるかはわからない拝めますように。当たりがずっと140とか130とかその辺なんで、150まで見てやめます。当たりました、37。はい、やもうどんだけ待ったかこの瞬間を。レギュラー多分マックス2000枚とかかな多分。43ゲーム染み、はい、今欲しがってるんだよ体が。ビッグを超綺麗に出てんだよな。16の15だし、合成も130ぐらいまでいっちゃったけどまた122まで復活したんで、まあ、絶対下ではないけどね、出すのは私じゃないかもしれないやっぱりね面だけ残ると結構あ待って、91ゲームいや本当に変わんない。はい、いや二郎重複、これがもうダメかもしれんってなってから結構戻したね。でもよう頑張ったよ、よう頑張った。今日はもうさっきからこの諦めてる打法すごい成功してませんもう今日は頑張った、楽しかったって言ってもう多分1000ゲームぐらい回してる、終わる感じ出しといてい私じゃない誰かがたくさん出してくれるでしょう。嫌だな、でもなんかやめた後バッて取られるのが私すごい嫌なんですよね。ね、すごい嫌なんですよ、それがなんかシュンってなるやめましょう。4000回転ですね、ちょうど。はい、どうぞどうぞ。多分全然ブドウもずっと 5.6 とかだったんで。はい、ということで実践終了いたしました。今日は1日マイジャグ5を打ち切りまして、投資の方が、なんと2本です。で回収が1220枚なので、プラス1128枚で終了です。正直710ゲームハマりがなかったら多分プラス2000枚ぐらい見えてたんですけど、まあね引きがちょっとあんまりそこだけ良くなかったということで、絶対いいマイジャグだったんですけど、隣のねお姉さんがねギアス好きって言ってて、なんかねその方に譲れてよかったかなと思いますということで、今日選んだ何でしたっけ、アイスキューブ、そうアイスキューブ、動画の概要欄からご応募いただけますので、そちらからぜひたくさんご応募いただければと思います。ちょっと次回はできればミスタージャグラーが打ちたいと思ってるので、ぜひね、チャンネル登録と高評価してまた
次回の動画でお会いできればと思います。ということで本日もありがとうございました。